はい今回は横田基地の○○予告があった謎こちらについて考えていきたいと思います今回もよろしくお願いいたしますちょっとですねこの件は数日前から話題になっており調べていたんですが、まあ、難しくてよくわからないんですねで、多分こういう感じなんじゃないかなっていう、まあ、そういったまあ憶測なんで、えー、ご参考になっていただけるものがあお伝えできればと思いますので、えーまあ、思うことと、まあ、調べたことをお話していきます今回もよろしくお願いいたします まず、この横田基地のですねこの〇〇予告っていうのは爆破っていうことなんですが、それ以前に考えることっていうのがありまして、この横田基地っていうのはイコールアメリカなんですね。横田基地って、まあ、あの日本だと思う人がいらっしゃるかもしれないんですが、日本国内にあるんですが、住所が、えー、アメリカなんですよカリフォルニ、カリフォルニア州かなんかなんですね。それ調べると出,出てくるんですよ。 <laughs> 横田基地っていうのはあの日本国民、日本警察がですね、えー、入ることができない、稚外奉献って言ってね、うん、外国だから、うん、その宗主国の持ち物なわけですよ。で、うん、その横田基地があるのがあアメリカなわけなんでね、えー、アメリカって今どうなっているのかっていう話で、前、アメリカの経済のお話をしたんですが、このデフォルトするとかしないとかって言って、結局デフォルトを延期した、回避したっていう,いうことにはなったんですが、 実質はですねアメリカってもうデフォルト経済破綻してるんですよ。で、えー、アメリカと今ヨーロッパっていうのは共にですね厳しい状態にあると言われておりまあ日本も厳しいんですがアメリカとヨーロッパの方があの厳しさがちょっと上っていう感じ。 さらに厳しいいみたいな感じですねアメリカっていうのはこれからも利上げを継続するって言ってますしヨーロッパっていうのは本当に経済的に厳しいとだから今っていうのはアメリカとイギリスはどちらが先に経済破綻するのかっていう、まあ、そういったことが言われたりもしてるわけですよ前ですね別の時にお伝えしましたが岸田がですねイギリスに2000兆円かなんかを投資するとかって言ったじゃないですか。 あれはもう多分僕の考えですけど資金的に枯渇したイギリスを、まあ、助ける助けろって言われたんでしょうねっていうことでしたんじゃないかと思うんですよだって普通に考えて2000兆円っていうお金払うわけないじゃないですかまあ,あ 日本の創始国なんであの英米っていうイギリスアメリカっていうそのイ,イギリスが倒れそうっていう経済的にねとていうことだと僕は理解してるんですよでその話はちょっと置いといてまあアメリカが経済破綻するあるいはイギリスが経済破綻するどちらが先かっていう話なんですがでアメリカっていうのは デフォルトしてないって言ってるんですが世界の国々がですねアメリカのドルから離れていった時点でもう終わりなんですね実際にあのブリックスサイドって言われており世界各国がですねドル以外の決済手段をですね選択し始めているわけですよ今までは石油はドルを介して買っていたんですが世界の国々が アメリカのドルを要するに買わないと、ドル以外の決済、えー、ねその他,他国の決済ですね、うん、あの中国とかインドとかそういったものをしてる、うん、そのブリックスの方に行ってるんで、あのまあ、ペトロダラー体制の崩壊、あるいは世界のドル,ドル離れがあ抑え込めないっていうことなんで、えー、アメリカ経済崩壊っいうことですね。で国内も,ねえー、もう本当に ホームレスが増えたりとか、銀行破綻、不動産破綻、ね、自動車産業破綻とか、もう本当にどうにもならない、えー、状況下にあると、まあ、そういったアメリカなんですね。で アメリカっていうのは、あアメリカを要するに、何、えー、て言うのかな、わからないように統治してるものっていうのが昔からいるわけですよ。まあ、皆さんがよく聞くところの、まあ、D の S とかね、まあそういったものですがで、その D の S がですね、隠れてるのがこの横田基地って言われてるんですね。なんでかっていうと、横田基地はアメリカのものだから、別におかしくないわけですよ。でそのね、今度はその横田基地を拠点に、何かをね、日本を使って何かをしようっていうことを考えるわけじゃないですか。 で、そのう D の S が立てこもってるはずの、ね、横田基地に、その丸々予告なんていうのは大変なわけじゃないですか。ただし、これ、えー、あんまり調べないとわからないんですが、もしかしたらこの予告があったとき、D の S いなかった可能性っていうのがあるんですよね。別に嘘でもなんでもないです。その内容をここから考えていきます。まず、横田基地のその丸々予告からっていうことでいきますが、午前10時20分頃 えーね、374県兵隊、えー、に、えーまあ、その脅威の報告があったと、職員、軍人は憲兵隊の指揮下あ、現場区域から一時避難、えー、して、封、え、鎖、ー、ゲート、サプライゲートを一時閉鎖した憲兵隊を現場を検査し、えー、現状を回復して、この事案でのけが人などはいなかったということなんですね。うん これもう一回言うとこの事案での怪我人はいなかったということで、怪我人はなかったんで、まあよかったっていう、まあ、ことなんでしょうかね。で、えーまあ、あその横田基地内部のみで、横田基地の外には影響がないとで、ここなんですよ、面白いことがあって、「不佐所は威力業務妨害容疑も視野に操作する」って言うんですけど、不か所が、不佐所が捜査できないんでね、中に入れないから、これを書いてることも全く意味がわからないんですけど、 何を操作するんだろううかと思うんですよ、うん、だってできないんだから、治外方言に入れないんだから、うん、結構、まあ、皆さんもこれご存知だと思いますが、あの日本っていうのはね、えー、そのアメリカの基地っていうのがあって、その在日米軍基地、すごい広さなんですよ、日本国内の全部を合わせると、でそういったものがあ,あ,のあるっていうのは、その日本が戦後からずっとそのアメリカの間接植民地であるっていう、えー、それを隠しているっていうことなんですが、まあ、一つの事実なわけですよ。で その在日米軍基地っていうのは、えー、地外奉険によって日本の警察も入れない、封鎖所は威力業務妨害を視野にとか、えー、全く日本語がわからない、えー、ニュースを言ってますが、なんだか訳が分かりませんね、うん。で、そのさっきお伝えしましたが、横田基地っていうのは日本にあることになってますが、調べると住所が確かカリフォルニア州、アメリカっていう、まあ、そういったことでした。で、ミスはここなんですよ。 このおっと、ね、県が起きたとき、横田基地の何々が起きた時ときとほぼ同時期なんですが、全く別のこういった、まあ、イベントっていうのがあったらしいんですよね。そちらを、えー、考えていきます。僕も調べていて初めて知ったんですが、あこんなイベントがあったと、その,そのイベントの時期に、えーまあ、そういうの騒いだんで何かあるのかなと思うんですが、こういうイベントなんですね。 えー、NATO は6月12日に史上最大の航空演習、エアディフェンダー2023を、まあ、始めたとで、これっていうのはヨーロッパの、まあ、空で、えーまあ、実施した軍事演習の中で最も重要なものということで、25カ国の空軍がこれに参加しているということなんですね。うん、NATO ののの空の部隊の 訓練ががこれがエアーディフェンダー2023エアーディフェンダー23っていうことらしくなんと最大1万人の人間が参加して220機の航空機を使ってやったとかっていうことなんですよでこのドイツとかもやったっていうことですごい多くのまあ、国が来てるわけですよで、えー、25か国,国ってすごいじゃないですか。 でもしその有事とかがあった場合はどういうふうに空を対処していくのかっていうのをするそのあのね、えー、仮想のそのそ緊急の場合にっていうことの,その訓練だったらしいんですがこのですね、えー、く訓練ねエアディフェンダー2023に日本イギリスアメ,アメリカっていう国があ参加してるわけですよ。 25カ国参加してるんですけど、日本、イギリス、アメリカ、アメリカの軍人も行ったんでしょうね。だから、これって、僕の中では2つじゃないかと思うんですよ、可能性っていうのはね。まあ、間違ってるかもしれないんですいませんということなんで。<laughs> 横田基地にこう何々があったっていう別に実は何もないっていう、単,単にその空騒ぎしただけとも取れるし、 もしかしたらですけど、横田基地に対立するものですね、それこそ、ロの可能性があるんじゃないかと思うんですよ。なんでかというと、根拠があるんですよ。岸田が、ですねウに、弾をまあ供与する、しないっていうことで、もうロ多分カンカンに起こっていると思うんで、どっかのタイミングで、ちょっと一回日本に牽制を入れようかっていう、そういう日本というか、アメリカ、D の S に牽制を入れようかっていう。 えー、ロロのお、まあ、軽い脅だからロっていうのはそのウに「う、えー」に今あの着々とその「脅し」をかけてるんでねその「有事」って言ってますけどで、えー、日本とアメリカと「う」がですね同じグループに入ってるんですよだからロの敵になってるわけですね。でえー、その、えー、日本と 横田基地っていうのはアメリカなわけじゃないですか。そこっていうのは当然、ロからしたら、えー、狙うところがあるんですよ。だから別にロが悪いとかそういうこと言ってるわけじゃないんですよ。むしろロ,ロは悪くないんですよ。ただ日本がそういうあの威嚇とか、うとか、アメリカに、えー、ね、べったりするから、それはロも敵視する、そういった状況になったんですね。で、えー、あとはですね、まあちょ、ちょっと考えづらいかなとかって思うんですけど、まあこれも難しいんですけどね。 その今までアメリカを裏側で支配した、まあ、その D の S というのがちょっと弱体化してきてしまってえ、まあ、そこを、まあ、狙われたと、まあまあ、いるとい,い,いうのは横田市にいるかいないかわからないが、ね、狙われたと、だから世界の,その、ね、裏側の構造というのは別に僕にもそんなわからないです、一般人だから、ただその単純に D の S だけとかそういうことではないと思うんですよ、いくつもの,その勢力があって、その勢力のうちの、まあ、どれかが。 あの拮抗し合ってる感じだと思うんですがそのね今日本にいる今までの、ね、例えばその D の S とかそういったものっていうのが弱ってるんで、えー、今度はそしたら別の勢力がそこを狙うとだから裏側のの争いの可能性もああるかかなとと考えらられますだからます、あ、だそれを考えるとまあ,あ3つですね。えー 実は何にもないのに、えー、まあ、こういうことを言ったと、なぜだかわからない、まわ、あ、からないというか、まあ、このこういったことを騒ぐため、えー、横田に何々があったっていう、えー、ためですね。あとは、あこの、うん、D の S、えー、が、この何て言うのかな、日本にこのいなかった、あこれが見計らって何かしら牢がした可能性っていうのも別に考えられなくもないと。うん だからな、なんて言うんでしょうね、うん、裏側のことなんで、まあ、憶測しかしようがないんですけどで、あともう一つだけすみません、言うの忘れたんですけど、あのこの1回、横田基地のこの騒動があったんですが、じ実は何にも実害が出ていないんですよ。だから、あのこういったあ横田基地に何々があったと騒ぐことが、これそのもの、こういったものを取り上げることがニュースの目的かもしれない。 でまた当然ですが、日本もあの変な法案とかを通したりもしてますし、ねその運にお金を渡したりとか、岸田がしてるんで、まあそういったところにちょっと形が違うじゃないですか、横田基地のその騒ぎということだった人、国民が注目するんで、そういうことをしたのかなとかっていうふうにも思ったんですよちょっと難しくてわからないんですが、ただ、1つだけ分かってることっていうのは、アメリカっていうのは明らかに今までのような勢いを持っていないっていうことはもう事実なんですよ。 アメリカ国内経済がもう破綻しかけていて当然ね裏側も、えー、それで弱体化してるとだから今まではあまあ日本の上にいてえー、まあ 日本からさまざまなもの、例えば関節試合をしていましたが、それがちょっと弱まったのかなと、で、そのね、さっきのまあ、演習ですよね、その演習に行ったときに、その隙を見計らって、もしかしたら、そのエアーディフェンダー2023中に、炉に軽く脅しを入れられたのかとか、そういうことが思うと、だから今っていうのは本当に、ね、もう、日本がそのね、 アメリカとかウニその弾とかを供与するとかしないとかその前からも岸田がしゃもじとか送ってったりお,お金とか武器とか送ってるんでもうあのちょっと言い方が悪いかもしれないけどもう誘致が始まってると思うんですよ。 有事が始まっていると仮定すれば、こんなことが別に起きてもおかしくないですし、まあ、そういったことの一つなのかなと思いまして、まあ、僕たちもちょっと気をつけないといけないと思いますし、まあ、こちらのニュース、関心持った方いらっしゃるかと思うんで、ちょっと難しい内容だったんですみません、わかる限りりということで、えー、まちょっと間違ってるかもしれないんで、その時はすみません、許してくださいということで、いろいろ考えて思ったことということでお話ししてみました。何か一つでもご参考になっていただけるものがお伝えできれば何よりですということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで 聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。